完食しししたよ服可愛いいいでででょょルルムおめととううありがもうこんなにかわいいお洋服着たらマジで戦闘力バチクソ上がるしかもやっぱり結構ねいいお値段するのよ。超いいお値段するからこれ さらにバチクソ上がりますねあ、たくありがとうゆうたまんさんほぽん今日ありがとうありがとうこちらこそね最強だよ私も誕生日おおめでとうございます。おしおりさんのファンの方かなおめでとうございまするるむねそう ついにっていう感じを、やっぱ憧れやったからさ今戦闘力いくつくらいててダニででーてて <laughs> どんぐらいやろうなあの、なんなんていうのあれが壊れるぐらい <laughs> そういうの似合うのやったね <laughs> ダニー描いてる人とはもうすでに音ダルマヤッありがとうカレンタンに勝てるなんか違うその戦闘力やからな 誕生日おめでとうございます。ありがとう。話か会。誕生日祝いってよかった。私もオリジナルだよ。初見、<laughs> 初見じゃねえ。五十四万。明日も三四分。あ、撮ってるの？そう。スカウター。あ、すごい。ちょっと待って。わ、伊藤ちゃんいっぱいモテを着ました。モテを。モテを着ました。ありがとう。あ、マッツモフィーバー。 ありがとう。ありがとう DM にまだメッセージ送れてないあとで送る待ってるねそうメーター壊れるぐらい二十歳俺見とありがとう、うん、<laughs> 先読みできるよなパリピンには勝てないそうだねまあ勝とうとも思ってはないけどね,ね怖いからねお話かありがとうありがとうまた僕コラボするの楽しみにしてるみたい <laughs> いつするんやろう いつすることになるんやろうなとんちゃんと今月の12日に二十歳おお近いねしかも二十歳同い年じゃん0 0ゼロ,ゼロライン。文字数制限限突破レベルの d <laughs> 待ってまーす、うん、当時のスカウターが 壊れる程度なら十五六。ああ、<laughs> そうなんや。<laughs> そうなんや。私も昨日誕生日、ああ、近い。それは近い。親近感湧きまくりだね、それは。四部話しますって。息子の誕生日は次の日に楽しい。明日お話がよろしく、よろしく。誕生日おめでとう、ありがとう。これでないだめっちゃ上がって。そうなの、ありがたいよね。本当に。あ、あやはちゃん。 くまさんイエーイくまイエイイエイお話し会レグちゃんがお話し会せんたらめっちゃ安心感ああそれなら良かったっすそれな安心感を与えられるアイドルになれたらもう良かったわ50年帰りようはたやくありがとう足集めてくるいってらっしゃいイベントポイント1000万 嬉しいありがとうございますやったー生誕し T シャツは販売されてるされてますよもうすでにあのショップには売ってるみたいですでも XL はもう売り切れたみたいですショップの方のありがたいなまさかまさかやわお話ら明日も一部からあよろしくねお誕生日おめでとうありがとうお誕生日だからそうだよ嬉しいねお誕生日に。 1000万いってねあと100個ありがとう坂さんあっひばはいはいはいじゃん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 ほい <laughs> あなたみてめでとうあと1ありがとう通販待ち私もおめでとうございますありがとうございます開店前に50人くらい並んでたマジで50人も並んでたのあら そんなに並んでたのめちゃめちゃ並ぶやんやるこありがとうございますマージャンのレイコアイコンも最近手にあいいね生誕祭のあ星になってるレイコめちゃくちゃ可愛いからタオルかなあれは結構漏れてるよね生誕のタオル漏れてるのを使ってくれたよね明日買いに行くのに 売り切れてないといいいけどいや売り切れてないよ多分明日お話し会2部4部にお邪魔します待ってますどっちありがとうこちらこそあだるま百個ありがとうお兄さんハイテ,、はい、テンションでかわいいイエイハート早くゆい子ありがとう6番目やったえいいね売り切れ怖かったからショップに夜買いに行った明日もよろしくよろしくねだるま百個ありがとうゆいな大行を頼んで 加工済みおおっまあ代行頼んじゃったのめっちゃいいじゃんお話か会楽しみね二28日の生誕祭公演当たりましたあよろしくお願いします温かい目で見てってください明日買いに行くってお話できないのがつらい勉強頑張頑張ってねホワイトだよ誕生日おめでとうありがとう大好き私も ほんまやプロフィール忘れてたかえんのいっぱいやることあって忘れちゃうよねはとやくありがとうあやのちゃんあーのんとの配信楽しかったからまだきてありがとうございます嬉しい明日鍵開け気味に買いにあ <laughs> いいね誕生日おめでとうありがとうとんちゃんとんちゃん誕生日おめでとうございますありがとうございます DM、M、で何回も見るおはどかしいお話 そう明日は明日じゃない生誕祭はえっと菜の子と若菜がね一緒に出演してくれるから今日もあのー、な帰り際に若菜たちが来たからその若菜がババって走ってきて「おめでとう!」って,って来たわいきなり走ってきたから誰か思って怖かったけど若菜やったわ危なかった「大根お願いしておめでとうの X ギャル」おゲットいいねありがとう 誕生めめとありがとううナンバーいけそうにいないしネットも秒でなくなると思う <laughs> 出口ルームはミカナとカレン参戦で沸いててへえそうなんや XL の下ズボンはいたらいいそうだね私は短パンとか履くかなそのままあのシャツ1枚できるならかな明日お話会撮ってるから1日遅れのメールとあ待ってます お見送り会ってあるあるんじゃなかったっけえどうやったっけ今日のお話会めちゃくちゃ楽しかったありがとうこちらこそあハートありがとうかんなちゃん <laughs> 言い方無言お見送り会あなるほどあるらしいよ無言目で目で伝えるんですね若ぽん優しい優しいね若ぽんママからもそのなんやろ 来てめちゃめちゃ嬉しかったすごいあの星を投げてくれてたらしい私のルームで、ね、<laughs> ありがてえ聖誕さん当たったよやってあー楽しみだねあっ肌100ありがとうスカーテッドさん生誕さん当たったので仕事急遽あははは休みます3位ニートの差が1万しかないマジで1週50トありがとうさすが肌100ありがとう 本当に順位がめんまんぶるしくねどんどん変動していくわよハート100ありがとう伊藤ちゃんやっとレイコ生誕一1位と60万歳から1位も狙えるマジでクイーもすごいがそもそもレイコの生誕地を売れるいや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 そう目で訴えるのよみんなハート100個ありがとうユイナそう目でラブっていうのよ 捨てたのもが外れた。一般にかけ一般にかけよう。まだチャンスあるわよ。誰も百個ありがとうモトちゃん。一生はたでやってありがとう若ポンハなんてね。若ポンマザーさんありがとうございます本当に。シマンにして帰ってきたおかえりー。若ポンパパはウーカに投げてるみたいな。じゃママは私に投げてくれてるから。<laughs> それでいいのよ別に。 あと個ありがとう千秋さん目 <laughs> つぶし割と終りあお疲れ自分の娘さんも出ているのに <laughs> そうなんかその若っぽんママによるとその多分若菜はそのお母さんに見られるのが恥ずかしいやろうから玲子ちゃんのルームで星投げてますみたいな言ってたらしいうちわはね持っていったらあかんねん多分生徒あんな仕事サボって T シャツとあタオルと缶バッジ買いに来たこんな数万そのね めでラブだよ。ガンミスる。六十八人、そうよね。ね、十万以上あいちさんね。ハート百個ありがとう。あ、お誕生日おめでとうありがとう。どれも百個ありがとう。夢探。えどけい愛そうだよ。誕生日おめでとう。今日は何回も言います。ありがとう。何回も言って。スケブはうちはと同じでスケブは良かった気がするよ。多分。 大丈夫よめでとうございます。ありがとうありがとうございます。お見送り会でスケブ見せるのありなのかどうなやろな。あそこはもうスタッフさんに聞いてモロテレポ。でや誰も早くありがとう坂さん。手作りうちはいっぱいできてるんやけど。うわあ悔しいな。そうよ接戦やのよ。だからここをなんとかどうにかねできるようにしなな。スケブは大丈夫大丈夫やってスケブは。 誕生日おめでとうございますありがとうございますあのぶさんハート100個ありがとうあれこちゃんもありがとうブラッキーさんもありがとうそううちはダメなんよスケブはいいけどハート100ジュンヤさんありがとう劇場のコインロッカーが値上げしてええー、そうなんマジ あれな、ドラマ100個ありがとう。生誕グッズって生誕祭終わらんとオンラインで買えるのかな多分そう、オンラインはそうやと思う。リコちゃんこんばんは、こんばんは。ドラマ100個ありがとう、ゆうたまんさん。スケブ風うちわ。スケブ風うちわもたぶんダメだね。<laughs> エコさん、ありがとう、ハート。レイのうちわ持ってい,いけないけぴエン。お誕生日おめ,めでとうございます。ありがとうございます。あ、欲しいなって。肩にかけたいんだっけ。あ、タオルかな。 うどうなるいいんじゃないそれぐらい許してほしいよねハート100個ありがとう天達さんもベンズさんもありがとう200円が300円ええー、好大丈夫うちわがダメドラマ1個ありがとうみゆちゃんそうなんかうちわは仰ぐことまあなもないやろうけどでも仰ぐ可能性があるからダメらしいよ生誕グッズ楽しみここだけの話何にしたん いやー言えないね <laughs> でもめちゃめちゃ可愛いよ明日生誕偵買いに行きますいってらっしゃい何の曲やるんやろうまあそれはもう本当にシークレットですからね <laughs> <laughs> 分かってくれた分かるよ何でもお見通しやでうちは以外は大丈夫やってあと500個ありがとうホリーさん電飾うちは今日見せるのあらあらありがとうございました 夏は過ぎ去っているとかあるけどねそうなんよでもその可能性もあるからうちはダメなんやってなんかスケブでどれだけよねできるかね夏の非常階段でしか会わらないそれな <laughs> シークレットタイムか <laughs> もう想像にお任せするで何と当日何歌うかは想像にお任せするで。 だから今はもう何とでも言ってもろて松瀬さんありがとうハート100個お宅のう,うちはって仰ぐためそうやね仰ぐもんじゃないねんけどそれらしいわそうええー、そうなんですかって言ったけどそうらしいわ楽しみーってチームメイムのビデオメッセージほんまやそうやビデオメッセージあるんやうわ何やろテーマ実はうちはいつも使い方迷ってる人です もうやっぱ、あれよね、飾るしかないよね。ドキそば。19時からやし、仕事帰りも余韻に間に合う。去年、カにあの生誕ティーのキーホルダー買って、あ、星、タオルか。あ、星になってるか。でも、どっかで落としたんやろな。落として、まじ泣きした。それはまじ泣き。さやねはわ、歌わへ絶対に、いい歌やけどな、あの歌な。生誕祭楽しみ、楽しみね。くじりの部屋の時は、外に並んでてうん。ペンライト折れてんやった。 直してスケブは仰げるけどでも仰ぐためのものじゃないからスケブはそうそうそう今は非常階段の灼熱地獄をけあ今年朝経験できたかった逆に菜々子と赤ちゃんに見守られながらソロでシャワー絶対シャワーは嫌 <laughs> ペンライト振るのが好き私も毎日アイドルテロップ9日か明日で10日目ですね 月曜日生誕祭みたいから定時で帰らせてくださいって頼んだマジで超正直に言うタイプ <laughs> <laughs> あっ光くんハート100科ありがとうねえ非常階段懐かしいよねわかりみが深しまる私も並んどったなすいません何番ですかって聞いて何番ですあじゃあここすいませんって懐かしいあもう4分前か 歌ってるるところ見れるの楽しみねいやもう緊張する今からちょっとだから毎日ちゃんとねその歌の練習はねしてるんやけどほんまにちゃんと歌えるかどうかさやっぱその場に立たんとわからんやんいきなり歌詞飛ばしたらどうしようとかさだからもう頑張って練習しますじゃ今までも怖い行くから休ませてくださいって前日とかに言ってあそうなんや言える職場っていいね一個ありがとうだるまねえ懐かしい職場羨らま 生誕にオンライン勝利して勝利しようぜ <laughs> キャンマチになったことないからな夏の当たり場は当たり席は扇風機のあるわかるわかるーしかもさでも扇風機もさなんかさ強くないやん風がさなんかもうぬるいやんか結局暑いねんな久しぶりに生レイコを見られるの嬉しいドラマ1 0ありがとうございます 明日のペンラあさってじゃなくてはそう紫と白ですね。誰も100個ありがとう元ちゃん。それでは、えっと、壇上発表したいと思います。いきまーす。13位ブラッキーさんありがとうございます。12位ヨンちゃんありがとうございます。11位が、えー、っと、吉崎。

ありりががとうございまました、えっと、次最最後後のの配配信信になりますす、えー、は23時35分からです、えー、その間にですねまたインスタライブであの決めたいと思うんですけどなんと明日マジでやる時間がほんまに少なくてあのお話し会終わりもあのねなんかちょっとしたお仕事があってまさかのもしかしたらなんかもうほとんどできないでも3時間絶対やりたいから。 ちなんと,、ね、とか頑張って組みましょうスケジュールをお願いしますねそうやばいねほんまにちょっとねだからなんとかして合間に時間作ってもろうて頑張りたいと思いますそうなんよ頑張ろうね頑張りましょうラスト前は取れるからそれは大丈夫最終枠45分欲しい それね、明日までありがとうイベント頑張ってねあ,とありがとうよしでは、えー、インスタライブの方でお会いしましょう逃げ切りましょう皆さんそれではあと10秒あるねえー、23時35分からショールームはお会いしましょうありがとうございました